ご視聴ありがとうございます。今回はですね、展示動画になります。本日より通常運転で行こうと思います。よろしくお願いします。はい。ということで今回なんですが、まだかなり気になっているフィギュアの展示が始まりましたので、早速撮ってきました。エヴァストアさん展示で、メガハウスさん、プレシャス GM シリーズ、新エヴァンゲリオン劇場版、四季並アスカラングレー&巻波マリイラストリアスになります。よかったら見ていってください。はい。で、エヴァフィギュアといえば、エヴァストアさんから展示が始まるっていうケースが多いんですが、今回もエヴァストアさんで初展示となりました。で、エヴァストアさんといえば、動画が NG ということですので、今回も静止画のみでお送りさせていただこうと思います。でも、アミアミさんとかに展示が映ると、動画も撮れるんですけどね、どうでしょう。この前のロングヘアの綾波とかはですね、一旦エヴァストアさんで、撮ったものを静止画で動画投稿したんですが、動画で撮って再投稿っていうのはどうですかね。2回はしつこいですかね。もしよろしければご意見などもお待ちしております。はい、それより今回のフィギュアの話していかないとですよね。今回なんですが、アスカとマリの2体セットのフィギュアでの発売となります。メガハウスさんだとエヴァの2体セットフィギュアっていうのは初めてですかね。他にもあったら申し訳ないんですが、2体ですからね、単純によくあるフィギュアの価格の2倍になりますよ。ということで、こちらの定価がですね、36,300円になります。高いですよね。2体セットですからね。2で単純に割ると、1体あたり18,150円ということで、それでも結構高額な値段設定かと思います。で、メガハウスさんといえば少し前に大釜を持った黒波のフィギュアなんかが出ましたが、あれは1体で1万5000円くらいだったんですよね。それなんかと比較してもやっぱり少し高めには感じちゃいますかね。最近フィギュアの高騰すごいですからね。メガハウスさんに限ったことではないので、高くなるっていうのはもうしょうがないかなっていう気持ちも若干あります。でも3万6000円のフィギュアっていうのは高いですよね。そんなわけで今回もプレシャス GM という GM の上位シリーズでの発売となってます。で、今回もエヴァの武器を持ったフィギュア化ですよね。これ本当多いですよね。特に持つシーンなんて全くないんですが、武器持ちの立体化ってすごい多い印象です。入るんでしょうね。ただすいません、この武器の名前私分からなかったです。で、あとメガハウスさんのシリーズ、台座が赤い海っていうの多いですよね。ロングヘアの綾波以外、カオルくん、黒波なんか同じ感じの台座になってますので、飾る時には、統一感があってすごい良さそうですよね。で、肝心な今回のアスカとマリの出来とかはどうですかね。アスカなんかはですね、個人的には結構よく見えて、髪のなびく造形とか、すごいいい見栄えだなと思いました。で、マリはですね、予約画像とかと比べるとなんかちょっとぷっくり感がありましたかね。マリは本当に顔が似せるの難しいんでしょうね。そう考えると寿屋さんのマリとか本当よくできてましたよね。でもあっちは6分の1スケールですからね。メガハウスさんだと大体7から8分の1くらいの大きさになると思いますので、若干小さめということで、余計似せるのも本当大変なんだと思います。でも今回はこの2人のセットっていうフィギュアなのがすごい魅力的ですよね。ユニクリさんなんかからも綾波とアスカのセットフィギュアなんていうのも出ましたが、どうなんですかね。今後アスカマリコンビフィギュアとか他にも出たりしますかね。なかなかなさそうですよね。ですので今回結構珍しいフィギュアになるんじゃないかと思います。で、徐々に白プラグスーツのフィギュアなんかも増えてきましたね。寿屋さん、リボルブさん。で、そして、今回のメガハウスさん。で、あと、キューズ Q さんなんかからも予定されてますよね。今後どのフィギュアがどんな評価になっていくんですかね。すごい楽しみです。で、エヴァフィギュアといえば、ラジオエヴァシリーズなんかもありますからね。ほんと今後も注目フィギュアが多いです。ですので、エヴァフィギュアに関してはですね、今後もどんどん取り上げていきたいと思いますので、ぜひまた見に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では以上になります。今回はエヴァストアさん展示で、メガハウスさんのアスカマリフィギュアでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。